Okay, party people in the house. さあ出まーす。はい、掛ける間島着きました。今からちょっと探検行ってみたいと思います。無理やったらブブを置いてレンタサイクルしようと思ってるんですけど、行けるとこまで行ってみたいと。まずはちょっとご飯を、はい、まずはちょっとブブとご飯食べに行きたいと思います。あんまりご飯屋さんがないらしいんで、ちょっとそこだけ心配なんですけど、行きます。ガソリンスタンドの裏にご飯食べるとこあるって。どこでやってんの？タズキさん。どれがタズキ？え？どれがご飯屋さんタズキ？あ、これやってないんじゃん、これ。皆さん見てください、ちょうどメーターが8000になりました。大阪出た時は6500やったんですよ。こんな走ってきた、すごい。かなりね、ちゃんと見ておかないと。何ですかもう手製やもんな。2時までなくなり次第終了。はい、じゃあ入りましょう。あ、じゃあこっちか。あれ閉まってる。あ、今から開くんかな。タコライスを頼みました。ソーキそばからいただきます。これがソーキ。はい、食べました。たずきさんと、たずきさんで食べました。ありがとうございました。かけろま島といえばやっぱガジュマルを見ないとね。で、1.3 左。緩やかな坂はいいんですけどね、勾配があるところはちょっとやっぱ厳しいらしい。めちゃめちゃ暑い。割と近いですよ、ガジュマルポイント。うわぁ、目的地は左側。これ、あ、これこれですか。これあ、じゃあもうちょっと、これしょぼいよね。うわ、めちゃくちゃビーチや。泳げるやん。びっくりした、今のがガジュマルから思った。どこがガジュマル？これでしょうか。うわ、これえぐいぐらい綺麗やわ。これ来た甲斐あるわ。しかも誰も、俺、どこがガジュマルな？どこがガジュマルの木な？これ？あ、これ？これがガジュマルの木？
どれがガジュマルの木？これ？全然分からへんけど。もうやっぱこの辺亜熱帯っすね。道、街並みが。ナビではこの辺なんですけどね、どこがガジュマルの木なのかちょっとよくわからないんですけどね。めちゃめちゃ雰囲気ありますね。あそこハンモックある。もう南国いう感じですね。あ、これかな、これちゃいます。あ、あれちゃいます、これや、ガジュマルの木、これですわ。あー、すごい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 、うわすっごすっご、一人占めやん俺。ここにブブ持ってこよう。これじゃあ俺できんじゃんこれ後でやろう、これ後でやろう。ツライアのロケのとこじゃないですか。あー、そういうことね。ははブブとガジュマル、これはすごい。ガジュマルの木ってこれなんや、すごいです。トラさんのロケ地、あの男はつらいよの、この紅の花っていうところで、はい、この並木道をね走り抜ける。よかったら映画も見てください。泳ぎたいと思います。めちゃくちゃ天気に泳ぎたいと思います。あ、ブブ入っていけるやん、あそこ。よいしょ、船が入るとこやね、これね。押すなよ、押すなよ、押したらあかんで。よっ、全然泳げる、問題ない、全然問題ない。だからメガネ欲しいですね、本当は。このカメラもね、なんで防水圧のカメラ持ってこんかったの。ほら、粉見つけた。正直何もいらないですね。ここでずっと寝っ転がって空見てるだけでかなり幸せな気分になりますね。そう、それがこの島の楽しみ方、カスさんチャンネル。ハイビスカス咲いてますよ、普通に。キュイン。電波も悪いし、よくわからないけど、ノリで行きます、こっからは。何をするかも。行けなかったら、まあ、行けなかったら戻るし、行けるとこに行くみたいな感じで行きます。この坂かって登ってあかんかったら戻ってきます。そんなノリ。もうほんまに南国っすね、夏休みいう感じですわ。
降ります。やばい、帰られへんくなる。これしか方法ないんすよ。めっちゃ重たい。いや、僕は重たいんすよね。よし、あげた、あげた。よし、あげた。ただもう港にほんまに帰るときどうしたんやろ。始めたら